どうもこんにちは。いつもガンプラで成し遂げたいオンドレアスです。今回作っていくガンプラはこちら。なんだこの巨大なヨドバシ3連星は。中身はこちら。ファッツ。連邦優遇ファッツ。はい、今回はヨドバシ3がファッツ招待セット。ファッツ3機で3万円、4830円、お得という。狂気のセット販売していたのでこの戦い挑まずにはいられない。オープンザファッツ。箱開封の絶望感を3回味わえるお得なキットとなっております。まずはランナーを袋から出し、これだけで汗かくぐらいの労働。あれ、この感覚前にも味わったことがあるような。ランナーは129。えっ桁間違えてね。そして説明書が3つにデカールとシールが3つ。説明書は3つあることで使うよ。鑑賞用、親戚用と使い分けれるので安心ですね。組み立てやすいようにアルファベット順に並べました。ひどいランナーは6個重なっておりますね。ランナー盾などのアイテムもありますが、個人的には場所確保できるならこんな感じの平積みが一番やりやすいですね。何個かうねんっていうぐらい買ってる山前の机ですが、これでも足りない。もう一個欲しくなってきた。組んでいきましょう。ちなみに今回は全塗装しません。絶対しません。かっこたる決意。まあマグアナックの時もそうだったんですが、胴体とかは機体数分作るだけなんでまだいいんですけど、やっぱり大変なのは腕と足ですね。3機だから6個作らないといけないのほんとやばみ。1機ずつ作るよりかは、1機にライン作業で作った方が早いと思うので今回も工場長ロールプレイですね。ファッツは3機でファッツ招待を再現できるので、そのためのセット販売ですが、実は私過去にファッツ1機作ってるのでこのセット買わずに2機買えばよかったんですが、まあ山があれば登ってしまうのがファッツ。手をかける気はゼロですが角のシャープ化はしときましょう。少ない労力で大きな効果、それがシャープ化。さて、このファッツなんですが見た目ダブルゼータでめっちゃ強そうなんですが、ハリコの虎、と言われてまして、まあ要は見かけ倒しの性能という意味なんですが、デザインやカラーがかなり好評で人気の機体となっておりますね。確かにかっこいい。いよいよ本体部も大詰め、最後はこいつで決まり、コアファイター。モニターの前の皆さんにはすごく簡単そうに映ってるかと思いますけども、忘れないでいただきたい。偶然絶後の129ランナーである。まあ今回塗装しないんでワンチャン楽できるかなとか思ったんですが、まあそういったことはなかったですね。本体だけじゃない武装もどでかいのがファッツ。こちらのダブルビームライフルはそんなにでしたが、ハイパーメガカノン3つもなかなかヤバンスでした。あれ、ガンショップかな ?1 分の1光線銃って感じだ。最後の砦で、バックパック、クッコいつも2個あるから 2×3 機で6個作らないといけないやつや、最後の敵にふさわしい相手だぜ。出来上がりました。圧巻です。こう見るとサイズ感わからなくなりますが、100分の1ヘビーアームズを並べるとこんな感じ。いかにでかいかがよくわかりますね。墨入れだけはしときましょう。カラーはダークグレー。組み立てる前は部分塗装しようとか色々考えてたんですが、組み立ててる途中でそのような気持ちはどこかへ羽ばたいていきました。ファッツくんは自立がしづらいので、こちらアクションベースを新たに3つ買いました。特にアクションを取らせるなら必須ですね。個人的には今回買ったでかいアクションベースが巨体も支えることができておすすめ。全自動つや消ししていくよ。スーパースムースクリアを使用しております。アクションベースに足型がつかないように逆さにしているファインプレイ。墨入れとつや消し、これだけでも本当にめっちゃ変わるので、ガンプラ始めたての人は、この2つから始めるのがいいんじゃないでしょうか。あ、もちろんその場合つや消しは缶スプレーね。すげえ雑なつや消しなんですけど、勘弁してくださいよー。もうエネルギーゼロなんですわー。完成です。待て、祝いのことを、デカールのことを忘れてないかい。はい、どう考えても大変なので忘れたふりして終わろうかと思いましたが、やっぱりやった方がいいかな、やめた方がいいかな、妥協とプライドの狭間で自問自答した結果、つや消し吹きましたがデカールやっぱり貼ることにしました。この後後悔しかしない。
デカールの水切りなんですけど、前はタオル使ってましたが今はスポンジ使ってます。べちょべちょになりにくくおすすめ。デカールがなく、モールドも少ないのでテロテロな走行。デカールで見違えさせてやりましょう。ちなみに1機につき100以上のデカール、つまり3機でう、これ以上は考えないでおこう。さて、XS ガンダム2発、あとはガンダムマーク5が欲しくなるところですが、マーク5はまだキット化されていませんね。しかし先日の新商品発表で、とんでもねえゲテモノがキット化。ディキプスっていう機体らしいんですけど、この機体がキット化されるならマーク5がされないわずもなく、マーク5がキット化されるのも時間の問題、と思いたい。このデカール張りなんですが、思ってたよりかなりヤバかったです。これだけで10時間以上余裕でかかりました。デカール張らなければそこまで大変ではなかったですが感覚麻痺。このデカールが長い上に同じ作業で精神的にもかなりきますね。何回もやめてエイペックスしました。相関です。やはりデカール張ることで見違えますね。今回張ったデカールの量を見てみましょう。やばすぎるー。ファッツヨドバシセット最大の敵はやはりデカール。君も挑戦してみないか。精神力が3アップするよ。そして艶消しです。一回吹きましたが、デカール貼った以上そのままだと大変剥がれやすいので、艶消しのためというよりかはデカール保護のために吹いております。今度こそ本当に、完成です。成し遂げたぜ。いかがだったでしょうか。ファッツ3機セット。このランナーとデカールを乗り越えられるならかっこいいしありなんじゃないでしょうか。いややっぱなしかな。今回は楽する予定のワズだったんですがどうしてこうなった。しっかり飾り付けて終わりましょう。ライトアップイルミネーション、マグアナック40機とファッツ4機が一堂に会してるの。地球でここだけ説いい感じですね。それでは今回はこの辺でー。